はい、こんにちは。 今回は、イールドカーブについて取り上げたいと思います。特にその中でもですね、逆イールドという現象、少し分かりにくいところがありますので、なぜ逆になるのかといったところを解説をしていきたいなというふうに思っております。で今回のテーマなんですが、これは債券の利回りに関する話になりますので、もしちょっと金利と債券価格、それから利回りの関係などがですねあまり理解できていないという方は、別の動画、基本的な動画を用意しておりますので、まずそちらからご確認いただければ と思いますで、その中の、その動画の中でもですね、紹介をしていたんですけれども、債権価格と利回りの関係は、こういった形で、まあ、それぞれですね、逆転、逆になりますよと、債権価格が下がると利回りが上がると、でその逆に債権価格が上がると利回りが下がると、ちょっとここだけ拡大するとこんな感じですね。 債券価格と利回りというのは反対の関係になるんですよと債券価格が下がるからこそ、まあ、あの割安感が出て利回りが上がるとでその逆で債券価格が上がるとですねその分価格が上昇することによって、えー、全体の利回りが下がっていくとでこういったことが今日の今回の話の大きなポイントになってきますので今一度整理をしておいてください、はい、ではイールドカーブとはということなんですがイールド というのが、これ、利回りという意味で、カーブというのが皆さんご存知のように曲線ということですね。ですので、債券の年数と利回りの関係を表す曲線なんだというふうに捉えておいてください。通常は、純イールドということで、短期よりも長期の方が利回りが高いといったような格好になります。 まあ例えば、ちょっと簡単にイメージしていただきたいんですけれども、友達にお金を貸して、ですね明日明後日戻ってくるという場合と、5年後に返すって言われた場合ですね、どっちがあの友達がお金を返してくれないというリスクが高いかと言いますと、おそらく5年後だと思うんですよね。 ですので、そういった点で、期間が長ければ長いほど、ですねそういったリスクなども考慮して、まあ、金利というのは普通高くなっていくと、こういうのがまあ一般的な考え方になってくるということですね。ですので、今お伝えしましたように、債券の残存年数ですね、債権というのはお金の貸し借りですので、その期間が長くなればなるほど、利回りというのがちょっとずつ高くなっていくよと、こういうふうに順を追って上がっていくので、この順イールドというのが、本来、まあ、通常だということです。一方 今日のテーマでもありますが、この逆イールドになることもまれにあるんですよね。なぜ逆になるのかといったところもこの後見ていきたいと思います。なお、このイールドカーブがですね、短期と長期の差が激しくなって、ちょっと角度がついてくるような感じ、こういったものをスティープ化と言います。スティープっていうのはこれ、急な坂道みたいな意味がありますので、短期と長期の差がどん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 ついていってですね、純イールドのこの 緩やかなカーブが激しくなった場合ってこれスティープかといったり逆に順イールドが逆イールドに近づいていくとこうフラットな感じになっていくような。 音をフラット化と言ったりしますので、こういう表現なんかも,も合わせて覚えておかれるといいかと思います。はい。では、このイールドカーブを見ていく上で、えー、複雑ですので、ちょっとシンプルに短期金利と長期金利というふうに2つに分けて紹介をしたいと思います。本当はですね、ここに小刻みにいろんなこう債券の残存年数が入ってくるわけなんですけれども、大枠で2つに分けて、短期と長期で分けると、まあ、こういった格好になろうかと思います。短期金利というのは、 政策金利ですね。日銀がこれからどういうふうに金融政策を行っていくかといったような表れでもあります。えー、利上げをしたり、利下げをしたりとかっていうことでよく注目されたりしますけれども、この短期金利というのは政策金利なんですよと。一方、長期金利というのは10年ものの国債ですね。 毎月のように発行されていますが、10年国債、これを日々投資家の人たちとか金融機関が取引をしてて上がったり下がったりするということですので、ちょっと短期と長期ではですね、それぞれ変動の仕組みとか要因が異なるということを踏まえておいてください。はい、では、これもっと身近な例で言うと、皆さんもそうだと思うんですが、1年定期を、 3年間毎年更新していくのと、花からですね、銀行にお金を預けるときに3年定期をするのってどっちが有利なんだろうとかって結構考えたりすることもあるかと思います。そうすると、例えばですね、これから金利が下がりそうだなということであれば、今のうちに3年定期にしとこうと。1年を3回繰り返すよりは3年定期で今のうちに高い金利を受け、まあ受、まあ、享受したいと。こういう発想も出てくるでしょうし、あるいはその下を見ていただきますと、これから景気が悪くなるぞと。 見込んだ場合は、今のうちに株価が下がる前に株を売ろうと。で、その売ったお金で安全資産と言われる国債を買おうと。そうするとですね、長期債などが買われるということは値段が上がりますので、値段が上がるということは、先ほどお伝えしたようにその逆で長期金利が下がるということになりますので、こういった私たちの相場感とかですね、お金の動き、こういったものが イーールドカーブ債券の利回りの金利の構造とかに影響を及ぼしているんだといったところを前提条件として押さえておいていただくといいかと思います。はい、ではいでなぜ 逆イールドになるのかと、今のような話を参考に、えー、一つ事例を紹介しますと、日本も過去何度か逆イールドの状況というのが、えー、生じているわけなんですが、その代表例としては、ですね89年代、まあ、80年代後半から90年代初頭にかけてのバブルがピークを迎えて崩壊するとき、こういったときにですね逆イールドという現象がしばらくこう発生してきたと発生していたというふうに言われています。 バブルが崩壊すると、まあ、絶好調だった景気がですねどん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 バブルが崩壊して悪くなっていくわけですね。こんなとき、お金の流れはどうなったかと言いますと、えー、株価が暴落していきますので、もう株を売ってですね安全資産の先ほど言ったように、長期債にシフトしようと、債券を買おうと、株価もう大暴落しましたので、えー、それから景気が悪くなるんで、日銀が利下げをするんじゃないかと。 利下げをするということは、先ほどですね、1年定期と3年定期の話をしましたけれども、今のうちに少しでも金利が高いうちに長期債にシフトしておこうと。つまり、こういった動きが起きてですね、逆イールド、こちらですね、長期金利がどん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 下がっていくと。 なぜ下がるのかというと、債券価格が上がるからですね、この2つというのは債券価格が上がる要因です。債券価格が上がれば上がるほど、債券の利回りで下がっていきますので、短期債、政策金利などと相対的にですね、比較をしたときに、こういう逆転現象を起こしてしまうと。 こここういうういいとととががありうるということですねこれが逆イールドなんだだとといいいうに理解をしていただければと思いますなお、ここ数年はですね、日銀は2013年とか2016年とか、まあ、こういったところでですね、イールドカーブコントロールというような表現を使ったりもしております。例えば2016年の1月に、もう皆さん聞いたことあるかもしれませんが、短期金利の世界ではですね、これ、マイナス金利という表現が使われ始めました。 金利がゼロどころかマイナスになってしまった。そして長期金利はですね、10年ものの国債が0%程度の利回りで推移するようにと、あまり金利が高くならないように、つまり高くなりそうだったら日銀が買うよと、まあ、債券を買うよというようなことをこアナウンスしたわけですね。つまりこう全体的にイールドカーブを抑えることによって、まあ、日銀というのは一般的にはこの短期金利で、 景気とかを調整するんですが、もうイールドカーブ全体を抑え込むことによってですね、金利が低い世界を作ることによって景気を良くしていきましょうと、まあ、そういったことをです、ね、日銀が発表したりといったところもありますので、イールドカーブという表現を理解しておく、そして逆イールドというのがどういう現象なのかということもです、ね、知っておくと、これから経済の記事を読むときとか。 これからの景気を予測する上でとかですね、役に立つかと思いますので、ぜひ参考にしてください。あと、金融系の資格とかでも、イールドカーブってよく出ますので、試験勉強されている方は、こういったところで理解をしておいていただくといいかと思います。はい。では、最初にも案内しましたよね。ちょっと今回の話が難しかった方はですね、こちらの動画ですね、基本的な債権とか利回りの関係を紹介していますので、ぜひご覧ください。また、あの債権には、デュレーションという ま考え方もありますので、このもう一歩ちょっと踏み込んだような少し難しい話になりますが、こちらも既に動画アップしておりますので、よかったらご覧いただければと思います。では、えー、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。